ムシバーンビ。ねえねえ、知ってる？エビの尻尾はゴキブリの羽と成分が全く一緒なんだってさ。うえー。VMPI! どうも、バンビです。はい、ということで早速今日も撮っていきたいと思います。本日の動画は闇バンビ実写化、自分で闇整形メイクやってみたです。はい、ということで闇バンビファンの視聴者ちゃん、お待たせいたしました。ようやくメイク動画撮ろうと思います。いやもうひどいんだから、早く闇バンビ出せと。もう光バンビから闇バンビ出せ的なね。もうね、そういうリップがね、ツイッターでバンバン来てるわけですよ。だからもうちょっとね、重い腰を上げてね、ようやくメイク動画撮ろうかなっていう感じなんですけども、いつも10ゼロヘアなんですけど、今、闇バンビ用にね、10ゼロヘアセットしてないです。で、髪の毛もセットしてなくてすっぴんっていう状態なんですけども、まあ今からね、ちょっと闇整形メイクをね、やっていきたいと思います。ってことで、今回使う商品はこちらだ。こちらを使っていきます。まあいわゆるね、これが闇バンビ育成セットでございます。見てください、まだね全部開封してません。なんで本当に今日が初めてです。なんでね、多分ねヨキキ君がやってくれたみたいにね、いきなりうまくはいかないんでね、ちょっと不細工かもしんない。練習がてらにね見てもらえたら嬉しいなっていう感じですね。ってことで早速やっていこう。さあ果たして光バンビは自分の手で闇バンビに変身することができるのか。まあでもね、毎回ヨキキ君呼ぶわけにもいかないんでね、やっぱ自分でね闇バンビ作れるようになるときはねダメなんですよ。いやでも女子ってほんと大変だよね。もう毎朝メイクをして立って出かけるわけでしょ。はい、まずねこの下地っていうのをね塗っていきます。まあファッションでいうね、今ねパンティーをね頭にかぶった状態ですね。次こちら、コンシーラーでね気になる部分を隠していきます。そのファッションでいうパンツについたうんすじを隠すみたいなね。パンツにうんすじついてたらもうダメでしょ、それ男も女もダメなんだから。はい、今こんなか、これをね手で伸ばしていくのかな。あ、やべ、カラコンすんの忘れてた。これパンツ履かないで出かけちゃったみたいなもんじゃん。最後にこちらのフェネッシュパウダー、あ、すごい、あ、これすごい陶器肌よ。はい、でねカラコンしていきます。シルバーを買いました、僕は。え、待って、これシルバーじゃねえんだけど。これシルバー買ったのにシルバーじゃねえんだけど。買ったのと全然違う！うわ、店員やらかしてるわ。え、これ闇バンビになれないかもしんない。はい、ということで、茶色いカラコンしました。マジで店員、店員やらかしてる、ほんとに。これちょっと、ちょっと、ちょっとちょっと、次は眉毛やっていきたいと思います。なにこれ、ラッピングめちゃめちゃ硬いんだけども、誕生日プレゼント開けるので誕生日終わっちゃうみたいなもんですよ、ほんとに。こんなにラッピング硬いと、ほんとに。眉毛で人の印象が変わりますから、もうね、お尻のシワを数えるぐらいね、難しいですよ。これ目めっちゃ乾燥する。ちなみに、ジェンダーレスっていうのは男と女の境界線をなくすみたいな意味らしいんですけども、僕がなくしたいのは2次元と3次元のこの間なんですよ。で、僕はこれで 2.5 次元に近づきたいなっていうね、そういう願望なんですよ、闇バンビは。眉、眉、眉ますかな。はい、とね、ベースメイクと眉毛終わりました。この段階だとね、まだただのイケメンですね。うん。まだただのイケメンなんだから。うん。自分で言ってんじゃないよって言いなさいよ。これ、ツッコミがいないとなんか、変な感じの空気になるんだから。アイシャドウしていきます。徐々にね、ちょっと近づいてきてる感はね、俺は感じてきてますね。続いて、アイライナーを引いていきます。やばい、ちょっとビジュアル系っぽくなってきた。ラインが濃いのかな？やばい、にじまない、アイライナーのにじまないがあだとなって修正が効かない。もう、とりあえずね、次行きましょう。とりあえずね、ハイライトとシェーディングをしていきます。顎を高く見せるんですよ。だからあれですかね、ちょっとしゃくれてる方が美人って言いますよね、女の人は。はい、いよいよね、赤いシャドウを塗っていきたいと思います。これどうするこれ。どんどんビジュアル系になってくる。ビジュアル系の血が騒いじゃってんだから、ちょっと。あ、でもちょっとぽい、ちょっとぽくなってきたよ。はい、で、徐々にね、近づいてきました。ちょっともうぽいでは。で、この間、商品紹介した時に、リップクリーム買ってないんですかって言われたんですけど、結構ね、高いの買ったんですけども、使う前になくしました。使う前に紛失しました。いや、俺、1回目買ったやつ、色マジ気に入ってたんだけど、ちょっとね、紫っぽいのにしたんですよ、今回も。はい、ということで、最後ね、リップを塗ったらね、あれかな。あ、ちょっとぽい。はい、ということで、最後に髪型をセットしたら、完成です。いかがでしょうか。まあ、こんな感じですね。まあ、初めてにしてもね、なかなかうまくできたんじゃないでしょうか。ちょっとやっぱね、ヨキキ君ほどね、いきなりうまくはできないんですけども、ちょっとやっぱりね、ビジュアル系っぽさね、ちょっと出ちゃった感あるよね。これちょっと涙袋がトレードマークなんですけど、やっぱりこのリップがね、エロい。このリップをしたことによってね、一気にね、ちょっとね、ジェンダー感が出るよね、ジェンダー感が。まあ、これからね、もうちょっと上手くなっていけたらなと思っております。うっく、出てきちゃダメだ。お前はまだ遠くまでしてない。うわあ！
お久しぶりですね、皆さん。どうも、闇バンビです。やっと出てくることができました。久しぶりだね、デッド君。今日は僕に会いに来てくださって本当にありがとうございます。僕は人格だけの存在なので、表に出てくることはできません。この姿になった時だけ表に出てくることができます。ね、デッド君。今度は僕も何か企画をやってみたいな。ぜひ皆さん、また会いに来てください。チャンネル登録しないと、殺しちゃうぞ。相棒、勝手に出てきやがって。まったくこんなもん取り出して、中二病かあいつは。まったくこんなもんも持って、恥ずかしいんだからもう。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあね、闇バンビでもね、ちょっとなんか企画やりたいなと思ってるんでね、ぜひね、なんかいいの思いついたらコメント欄に書いてください。闇バンビに何をやってほしいか。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、また会いましょう。まあ、デッド君、包丁離して。チャンネル登録しないと殺しちゃうぞ。